いわゆるこうマルチ商法っていうのが今すごいね流行っててねマルチ商法がね今、えー、最近またブームになってるのが流行ってて、まあ、すごいね悪質なんですよマルチ商法ってねいろんなやり方があるんですけど、まあ、これを見てる方が最低限引っかからないように一つだけ知識をねあのお,お伝えしたいと思うんですけど ABC っていう手法があるんですよ知ってます ABC 聞いたことあります ABC っていうのはね勧誘者とクロージングするいわゆる師匠そしてターゲットで成り立ってるんですけど勧誘者がそのターゲットに何かいろんな理由をつけてつながるんですよ例えばマチコ婚とか友達の紹介とか何でもいいんですけどいろんな理由をつけてつながってまず信頼を得ます。そののの勧誘者がが自自分分師匠、自分の先輩はすごい人がいるんだと。 その人についていけば人生間違いないし絶対成功するんだみたいなね持ち上げるんですよその先輩っていうか師匠みたいな人がねである程度関係値ができた段階で師匠に合わせてあげると特別に合わせてあげるって言って3人だわけですよねでそこでね勧誘者は師匠のことをあがめるんですよもうこんな人いないです大成功してる人いないですで師匠は偉そうに何々ちゃんの友達だったらじゃあ俺教えてやるから 一緒に仕事やろうぜそれでで洗脳していくんですよねマルチもいろいろあるんですけどそうするとね師匠からねある日言われるんですよ「俺みたいになりたかったら自己同士が必要だ」と。 だからみんなやってるからこれを変えとその自己投資をする限り俺も一生懸命教えるしそうやって自分を高めることが金持ちになるみたいなわけわかんない理屈なんですけど多分洗脳されてるんでその頃には信じちゃうんですよねでね今回環境の件でいうと15万円のねサプリメントをね毎月買わされてもっとひどいことに友達をどんどん紹介させられてとか連鎖的にご被害者が増えていくんですよね今すごい悪質でねたかれてますし僕はね良くないと思うんでね皆さん引っかかんないようにしてください